1.5 キロトリプルライト級チャンピオン、ロクサーン・モノフェリー。赤コーナー AKCC 60.7 キロ第2代スマクガルミドル級長、赤毛ひとみ。やられるのか、さあ試合がスタートしました。今度は 61kg 以下契約の一戦です。駒子さん、この試合は昨年の12月戦国で実現するはずだったんですよね。そうですね、あの試合の前にあの六三選手の方はですね、急性の胃腸炎ですかに変わってしまいまして、あの試合が急遽中止になってしまったんですけど、そうですね、まあ、仕切り直しで実現した一戦となります。まあ、有明コロシアムでやるはずだったカードがこの新宿フェイスで見れるっていうのはなかなか結構豪華ですよね。そうですね。さあ63が下から足を取りに行きますが、今度は赤野がアキレス腱を取りに行きます。赤野がアキレス腱、アキレス腱、これはどうでしょうか。63も取り返します。ヒールホールド、さあヒールを取りに行きます。赤野もヒール、あー抜けた。足関節の応酬になりましたね。そうですね、まあ、両選手ともあの足のロックをつけさせなかったので、それでかわせたと思うんですよね。ファイナルラウンド、ファイナルラウンド、赤野ひとみは1年4ヶ月ぶりのジュエル参戦となりました。まあ、熊川さん、はい、この間ですね、ストライクフォースのトーナメントにも出場してましたよね。そうですね、はい。まあ、あの人の方を破れてしまったんですけども、あの6さんの方もですね、ストライクフォースの方に参戦していて、はい、両方もストライクフォース経験者という形になりますね。赤野が上になりました。赤野選手やっぱり柔道技を使わせると強いですね。そうですね、はい、簡単にテイクダウンしますね。学生時代は柔道の経験があります。さあ足をまた取りに行きますが、これヒールですか。ヒールの形になってますが、足のロックがまだ決まってないと思います、ね、あ、そしてアキレス腱に行きますか、はい。パンチ嫌がらない、パウンド、顔面のパンチが飛んできます。ちょっと抜けておりますね、上に立ってますね。さあガブリに行きますが、首を取ります。しかし赤野選手はあれですね、今回いつになくアグレッシブというか、すごいこう攻めの姿勢を見せてますよね。先に先に攻めようとしてますね。あ、しかしこれは抜けます。ボディへのパンチ6さん、徐々にポジションを変えてきます。ボディへのパンチ、そして顔面、下から赤の足を使います。三角締めか、膝をもうディフェンスしましたね、はい、6さんの。2人ともやはりこの辺りの防御というのは分かってますよね。そうですね。さあタックル、赤野がタックルに行きますが、これは切ります。膝を使う六三、あ、倒した、ね、この投げうまいですね。投げを使わせたときに赤野選手が強いですね、はい、さあ潰します。六三が今度は倒しに行きます。六三倒しに行きますか。そうですね、だめ、赤野選手はもう完全に食らえてますね。倒したらないですね、ここはね、はいはい、ここでテイクダウンがあるとまた状況変わってきます。あ、しかし赤野踏ん張りました。首を取る、そうです、ね、フロントチョーク狙いに行ったところでゴング、試合終了です。このように判定があります。いい印象ですね、赤野選手。ジャッジ山崎、赤、赤野、ジャッジ千葉、赤、赤野、ジャッジ関係、判定は赤野、判定3対0で赤野ひとみが6三モダフェリーを下しました。今日は積極的な姿勢というのがよく見えましたね。しかもやっぱ6三、あの日米をねこだわりかけて活躍する選手をですね倒したというのが大きいですよね。はい、61kg 以下契約の一戦、赤野ひとみが判定3対0フルマーク6三モダフェリーを下した一戦をお送りいたしました。